青汁じゃなくてお茶飲んでるって言われてたね。青汁じゃなくてお茶飲んでるって誰に言われたか分かんないですけど、僕、青汁をね、飲んだのは、もう本当に1年以上前ですよ。もう青汁王子っていう名前ですけど、青汁なんてめったに飲まないですよ。はい。めったに飲まないんで、はい。別に青汁関係ないんですよね、今正直。はい。だからいい加減青汁王子って名前やめたいんですけど、みんなそれで覚えてしまってるんで、はい。青汁王子ってことになってるんですけど、青汁は飲んでません。はい。青汁王子って自称多少誰かがつけたの？そう、メディアがそういうふうにいつの間にか呼ぶようになっで、た自のが分一じ応、ゃないんだ。自分発信ではなかったんです。はい。で、ホリエモンってのはどっちなんですか？もともとヤフー掲示板です。じゃあ別に自分でつけたわけじゃない。うん。やっぱり他人がつけたやつってのが残るね、なんかね、そういうのって。ヤフー掲示板で2002年ぐらいにつけられたんですよ。で、僕はなんか IT 業界とか株の業界ではまあまあ有名になったんですけど、その時に秋元康さんに、ヤフー掲示板のさ、ホリエモンっていいよなとかって。秋元さんなの？名付けの。まあだからそういうふうにしようって言ったのはね。どうなったかは知らんけれども、僕が有名になったタイミングで秋元さんがホリエモンって面白いよなとか言ってたかもしれない。なるほど。ただ元ネタはヤフー掲示板の名もなき投稿者。で、青汁王子はみんながなんか。そうです。僕はいつの間にかなんかメディアにそう言われるようになって、もうずっとですけど、もう変えたいですけどね、そろそろ。いつまで王子なんだよって話じゃないですか。まあだってな、チャールズも王になったばっかりだから、青汁王とか。そうですよ。だからどっかのタイミングで変わらないと。変わらなくていいっしょ。